こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。スターホースポケット、できてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。ガサもやりましょう。そうですね、ダノンプレミアムガチャ、来年ラッキーライラックガチャ、ワグネリアンガチャがありますね。それぞれ1個ずつ。出ませんでした。どうしたの？さあ、なかなか成績が上げられないんで、何でもいいから勝ちが欲しいです。今は練習行きましょう。鍛えないとね。ねえねえ。いい仕上がりだね。いい感じだね。オルカマあたりかな。そういえばさ、気合十分だね。いい感じだね。大根きた。いい感じだね。ウォルカマー登録しましょう。大和テキサス、大和欧州。竹豊が大和テキサス乗っちゃうか。岡部さん行きましょう。はい、何です？クエスト達成、やったね。ちょっと聞いてよ。気合い十分だね。いい感じだね。はい、何です？484キロだったら重いってことですよね。おっと、調子落としている。
ーかな。嬉しいか。はい、何です？480だと軽い。さあ、調子はどうだ？今週はレースがあるよ。はい、何です？これで文句なしってことで。体重はバッチリだね。人参でプラス0キロか。お、嬉しいか。いい調子になりました。さあ、ということでオールカマーへ行きましょう。今度こそぜひぜひ勝ちに行きたい。2倍ダントツを一番人気、しかもグリグリ。他はですね、2番人気がダイワテキサスですが、ほとんど印がない。むしろ丸がついているのが3番人気サイレントハンター、4番人気のミヤクルタイムにも印がついてない。この8番人気のトキオエクセレントに丸が2つついてますね。これは怖いんでしょうかね。東京エクセレント、大和欧州もまあついてますよね。さあ、実況音響、大きなバージョンアップがあったせいか、ダウンロードが多いです。さあ、実オールカマー中山 2200m、 片野ミンディ登場です。サイレントハンターが大外ながら大逃げするでしょうね。このレースはひとまず実勝ちの味を知りたい。中山の名物重賞、ここから指導する馬の注目です。最終枠1番です。ゲートが開いて飛び出した。スタートはだんだん良くなってますよね。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。ローゼンカワリー先行策であります。その外をスーッとシャコーテスコが上がっていきました。それからもう一頭、12番サイレントハンター、ちょっと離されまして、ダイワオーシュ、そして内からは4番メヒロスケイド、それから8番天神将軍、ダイワテキサス、マイネルブリッジが、その後ろパルブライト、もう一頭カタノミッティ、そしてその後ろからミラクルタイム、それから足毛の馬体トキオエクセレントであります。もう一度先頭に戻りましょう。先頭行くのは12番サイレントハンター、2馬身リード。これを追って大逃げではないですね。シャコーテストがローゼンカバリー外を通って、ローゼンカバリーがついてます。そしてそのうちに4番ペースミドルペースっていうとこかな。天神将軍11番クリエの馬体ダイワテキサス、マイネルブリッジがそのうちにいます。パルブライト内を通ってカタノミッティ、ミラクルタイム、それから離されましてトキオエクセレント、前でありますが前、これが先頭サイレントハンター、シャコーテスコ、前前での競馬ローゼンカバリーと安田騎手、その外からは6番ダイワ欧州、そしてもうあっという間に600切りましたよ。8番天神将軍、さあもう4コーナー、ものすごい歓声の中山競馬場、届くのか、赤の道に直線伸びてくるのかどうか。依然先頭サイレントハンターがまだ先頭だ。怖い馬が来た。さあ中割ってきた。1番内サイレントハンターが頑張っている。なかなかいい切り味を伸びてきますね。赤の道に一応スピードと、かわした赤の道に一番新リード、赤の道に今日は強かった、勝ちましたね。大勝ちではなかったものの、なんとか勝てました。片尾ミンティオールカマー勝利です。おめでとう。ひとまずは安心ですね。2着2着4番3着。
まだまだ先は長いよ。気合い十分だね。体重はバッチリだね。はい、何です？クエスト達成、やったね。どうかな。どうしたの？はい、何です？レースですが、エリザベス、もう一周様子を見てかな。これでねえねえ入球ですね。はい、というわけで、はい、何です？次走はエリザベス女王杯、こちらに出走したいと思います。ジャパンカップ、まず段階を踏んでエリザベス女王杯で行きたいと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。ブログ、はい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。オールカマー G2 ながら勝つことができました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。ねえねえ